皆さんこんにちは、北村です。今回は東京青山にある僕のサロンでアプレイヤーのご紹介をしたいと思います。それではどうぞお入りください。はい、じゃあこちらが今回アプレと僕がコラボさせてもらったアプレエアーのキットになります。で、こちらがボトルですね、コンプレッサー、ミニコンプレッサーと、あとはこちらもプロデュースさせてもらったヌーディーなカラー5色とハイライト的な役割のホワイトの1色になってます。で、限定の方でこのタッセルみたいなのがついてるんですけども、これもネイビーとボルドーとオレンジの3色のどれかが皆様のお手元に届くので楽しみにしててください。じゃあちょっと開けていきたいと思います。このポーチもめちゃくちゃ可愛くて、すごくこの収納にすごくいいと思うので、ボトルもすごい立ってセッティングできるので、さっと使えるかなと思います。であと出張とかの持ち運びとかにもすごい便利だと思うので、ぜひこのポーチに入れてこの世界観を楽しんでもらえるといいかなと思います。はい、じゃあ今から商品の紹介をしていこうと思うんですけども、ブラにも一緒にじゃあお手伝いしてもらおうかなと思うので、よろしくお願いします。ちょっと眠たそうであんまりやる気ないんですけど、じゃあまずはこのキットの中なんですけれども、まあ、コンプレッサー、ミニコンプレッサーですね。こちらがエアブラシの空気を出すマシーンとなってます。で、ガンも一緒にセットになっているので、本当にこのセット買ってもらえればすぐにエアブラシがスタートできるので、すごく便利なキットかなと思います。で、今回、ヌーディー系の5色とホワイトの1色の6色を、プロデュースしてカラー作らせてもらったんですけども、やっぱり肌色ってすごく使う、普段から使ったりとか、ヌーディーな色ってやっぱりすごく手元とか指先とかをすごく綺麗に見せてくれるので、いろんなこうファンデーションのようなイメージで作ったカラー、ヌーディー系カラーが5色になってます。なので春夏秋冬、ブルーベース、イエローベースっていう感じで、いろんなお肌の方にもすごく対応できるカラーになってるかなと思います。で、色同士を混ぜても全然大丈夫なので、ちょっとこう絶妙に色を変えたいなっていう場合は少しずつ色を調合して作ったりも可能になってます。で、このナンバー000っていうのがホワイトになってるんですけども、真っ白ではなくてちょっとだけアイボリーがかったホワイトになってます。なのでブーちゃんのカラーみたいな感じで、ここがベージュでこっちがホワイトみたいな感じのカラーになってるので、すごくサロンワークでも使えるかなと思うので、ぜひたくさん使ってみてください。じゃあ、今からデモンストレーションの方をしていくので、最後まで楽しんで見てみてください。それではどうぞ。じゃあまず、ボトルとこの使いたいカラーを選んでもらって、軽く振ります。で、しっかり振らないと中が分離してる場合があるので、しっかり、振って中のカシャカシャいうのがしっかり聞こえるようになったら OK です。で、蓋を開けて、で、こっちの縁側、外側というかノズル側の方向に垂らすようなイメージで数滴垂らしてあげてください。まずアセトンで爪の表面、今回はジェル X をつけたんですけれども、ジェル X 表面を拭き取って、まあダストであったりとか余計なものがついてない状態にして、でアセトンで一度このアップレのジェル X 拭き取ってもらうと、ベースジェルを塗ったような状態になって表面が溶けて密着性が良くなってくれるので、一度アセトンで拭き取ってください。で、今回はエアブラシを拭いていくので、ベースというかこう接着を良くするためにアプレのノンワイプのトップジェルコートマットを塗布していきたいと思います。で、エアブラシ使う際は必ずこのマットコートで一度挟んであげるとすごく持ちが良くなってくれるので、今回はグラデーションで入れようと思っているので、グラデーションより少し深いところからノンワイプのマットを塗っていきます。で、根元から塗る必要は僕はいらないかなと思うので、このエアブラシがついているところ
ヘアブラシが塗るであろうところにより下、少しオーバーラップ気味に塗っといてあげた方がいいかなと思うので、しっかりマットコートを塗っていきます。でこれで一度30秒程度硬化していきます。はい、じゃあ今30秒硬化したんですけれども、マットコート塗ってるところはこういうふうにマットな、見え方になってて、このキューティクルあたりは少し開けてるのでちょっとツヤ感が出てる状態になってます。なのでこの辺ぐらいにエアブラシを拭こうかなと思うので、それよりちょっとオーバーラップ気味にマットコートは塗っといてあげてください。で今から、マスキングテープを貼って皮膚にエアブラシがつかないように、カバーしていきたいと思います。マスキングテープ貼っていきます。で今回はこのアプレの101番、これもコラボカラーで作らせてもらったカラーになるんですけども、そちらのカラーを入れて、でいきなり拭くのではなくて、一度キッチンペーパーなどでちょっと試し拭きしてあげてください。まあ、これぐらい出るねんなっていうのが分かると思うので、これぐらいの発色のこういうカラーになってます。じゃあこちらを使って拭いていきたいと思います。でエアブラシは2度押すとちょっと弱モードで、3回押すとオフになるんですけども、1回押すと、まあ、強度圧、ちょっと強い圧でエアが拭かれて、2回押すと少し優しい感じの弱モードになって、3回でオフになるので、拭きたいその自分の圧によって調整してください。で自分の手にこうやって支えちゃうと自分の手にもかかっちゃったりするので、キッチンペーパーでこういうふうに支えながらエアを拭いていってあげてください。それではエアを拭いていきたいと思います。で少しアプレのエアは水っぽいというか薄いので、一気に濃く拭くのではなくて、2回ぐらいに分けて拭いてあげた方が綺麗にカラーが乗ってくれるので、まずはうっすら色が乗ってるかなっていうぐらいで一度拭いてもらって、で他の爪も順に拭いていきます。これぐらいの量が的確かなと思います。あまりこう水滴みたいな感じになっちゃったりとか水っぽくなっちゃうとちょっと量が多いので、少し湿ってるかなぐらいの量で大丈夫なので、薄付きを2回ぐらい拭いてもらうと綺麗にこのフリーエッジあたりとかのラインも消えてくれるかなと思います。で親指だけこうやってひっくり返すというか、ちょっと指を返すので、もしかしたら地面とかこのキッチンペーパーにぶつかってしまう恐れがあるので、一度これで硬化した方がいいかなと思います。でもしもっと怖いなっていう人いたら、2本ずつとか少量ずつ硬化してもらった方が確実に固めることができるので、一度これで硬化しておこうかなと思います。お願いします。
はい、じゃあ、30秒一度仮止めして、で親指再度拭いていきたいと思います。でだん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 こちらのキッチンペーパーも汚れていくので、少しずつ畳んでお客様の手に極力このカラーがつかないように施術していってもらった方がいいかなと思います。でもう一度硬化していきます。ちょっとシア感が欲しい場合などは別に一度塗りでもいいですし、ちょっとバーチャルっぽいフレンチを作りたい時とかは一度塗りでもすごく綺麗かなと思います。だけどしっかり発色させたいのであれば、二度拭きしてもらうといいかなと思います。でさっきはこの、7分目6分目ぐらいのところまでグラデーションを拭いたんですけども、同じところに拭いちゃうとこのグラデーションの部分が濃くなっちゃうので、それより少し手前ですね、本当に2分目3分目ぐらいのところからエアを拭いていってあげてください。じゃあ再度拭いていきます。じゃあ一度全部拭き終わったら確認して、色の濃淡がないか薄いところないかっていうのを確認してから最後硬化してあげてください。でちょっと薬指が少しだけ透け感があるなとかっていうふうに、ちょっと単品で見た時、全体で見た時に単品の色の薄さが見えたりするので、もう一度薬指だけちょっとだけ足して拭いておいてあげて、バランスを取ってあげてください。こんな感じですね。でこれでしっかり自分の納得のいくカラーというか色味ができたら、しっかり硬化してあげて30秒硬化していきます。はい、お願いします。で、今回はさらに先端にちょっとハイライト、光が入ったような感じのものを拭いていこうと思うので、じゃあ、硬化、お客様の硬化してる間に、もう多分次トップとかストーンとか乗せていくと思うんですけども、その間にちょっとこの中に入ってるあのカラージェルがやっぱ固まってしまう、火の光とかに当たったりとか、あとは電気の光とかでも固まってしまう恐れがあるので、先に完全に洗わなくていいので、ちょっと軽く流しておくだけ流しておいてあげた方がいいかなと思います。でここの瓶にはアセトンが入ってるんですけども、アセトンをもう直接入れてもらって、ちょっとこの穴がノズルのとこ開いてるので、そこをグッと蓋閉めるような感じ でスイッチを入れてもらって、こうブクブクブクとしてもらって、この中の部分のカラージェルをきれいに今のブクブクっていう動きで洗い流しておいてあげてください。でキッチンペーパーに余計なアセトンを染み込ませて、でこれを2回ぐらいしておいてもらえると結構きれいに取れてくれるので、サロンワーク中の仮掃除というか、途中でちょっと色を変えたりする際とか、あとはその後にもエアブラシを使わないという時は一度このスコール挟んでおいてもらうといいかなと思います。でブクブクする際は必ず二度押しの弱の方で拭いとかないと、今みたいに逆流してこっちに飛んできちゃったりするので、ふわっと拭いてブクブクさせてから、でここの先端にもちょっとカラージェルがついてると思うので、それを一応拭いて流してもらって、で余計なアセトンをもう一度流しておいてもらうと、結構すっきり綺麗な
状態になっているので、でこれで一応サロン枠中とか例えば色を変えたいという時はこの後に好きなカラーを入れていってあげてください。じゃあ、ライトから出してしっかりあのカラーが固まったらここのマスキングテープを剥がしていきます。でちょっと横見てもらうとこういう風にカラージェルがついてるんですけども、これが本来これがつけてないとお客様の皮膚についてそのまま固まってしまうので、必ずこのマスキングテープなのでこの皮膚を覆って施術を行ってください。こんな感じですごく簡単にグラデーションが作れるので本当に1分2分ぐらいでできちゃうことなので、すごく時短につながっていくだけどすごく美しく仕上がるかなと思います。でこの後例えば何かアートしたりとか、あとエアブラシでちょっとアレンジしてみたりとか、あとはストーンを乗せてみてもらってもいいかなと思うので、ちょっとじゃあストーンを乗せてトップをしていきたいと思います。はい、じゃあ、先にもうちょっと美獣の指は仕上げて、ストーンをつけて、美獣をして、コーティングしてます。で、通常まあこういうエアブラシアプレジル X つけてからエアブラシ拭いた場合はこのノーワイプのトップコートで全然大丈夫なんですけれども、やっぱりストーンついてるとノーワイプだとやっぱり埋めにくかったりとか流れやすかったりするのと、あとやっぱりしっかりコーティングしたいというかキャッチしておきたいので、そういう場合はお使いのハード系のちょっと固めのジャータイプのジェルとか使ってもらってもいいかなと思います。じゃあ、何もついてないところはもうノーワイプのトップジェルコートアプレのものを使ってコーティングしていきます。でアプレのジェル X はもうフォルムが綺麗なので、厚みを出したりとか綺麗に形を整えなくても、エアブラシ自体も薄付きなのでフォルムが今変わってない状態なので、で最初マットコートをキューティクルエリアより少し手前からって塗ったと思うんですけども、トップはもう最後綺麗に根元から塗ってあげてください。でキューティクルエリアグッてこうアプレのブラシちょっとオーバル気味に形になってるのでグーって押し込んでブラシを広げて全体に塗布していってあげてください。でもう全て塗れるところは塗ってもらって、もし他の指塗ってる間に流れてしまってるようであればちょっと量が多いかなと思うので、流れない程度のトップの量の分量で全体をしっかりコーティングしていってあげてください。なのでこういうふうに段階的にすごいステップとしてはめちゃくちゃ簡単だし、すごい時間短縮になるので、お時間がないお客様とか長さ出ししたいけど綺麗なデザインを作りたいっていう人とかはジェル X してこのアプレイヤーを使ってもらうとすごく時短でなおかつ綺麗な仕上がりになるかなと思います。これで一度固めますね。はい、じゃあ親指も塗っていきます。で LED ライトで30秒で大丈夫なのでしっかり硬化して綺麗な表面で仕上げてあげてください。アプレのノーワイプ本当に塗りやすいので、マットもそうなんですけどすごくテクスチャーもそんな流れていくような緩い感じっていうよりかはちょっとぷっくりめにのしてもしっかりホールドしてくれてるので、僕は結構プルンとした仕上がりが好きなので結構このアプレのノーワイプはよくサロンワークでも使わせてもらってます。じゃあこんな感じしっかり効果ができて表面もつるんとなってるので、最後ちょっとサイドだけもし流れてしまってるところとかちょっと皮膚についてるところだけを
少しファイルで整えておいてあげるとスッキリしてくれるかなと思います。こんな感じで完成になります。